けに来たよ。ルーザー、どうしてここに？悪い予感がして。女神様のおぼし召しかな。未来とは剣舞、これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか？この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛。勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ
最愛のものを選び、足を踏み出すのです。さあ、アルフリード、ふざけるな。愛などすべて幻だ。我が剣に女神の祝福を。翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。アルフリード、ありがとう。世界を救ってくれて本当に英雄みたいだった。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Listening to people rushing past to rhythms all their own.
life passing me by, not thinking how the years have flown until I met you. I won't say that it was fate. I won't say that it was destiny.私の友達だよってティファの歌も本日のゴンドラの運転まだ時間あるね。ゴンドラも乗っちゃう？
渡しにいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただき、行き先を教えてほしいのよ。これってハンドル？回せばわかる。よっと。すごいね。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。話したのか？エアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか、まだ好きなのかな、エアリスのザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか、いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。
かり捕まれ。そろそろ戻ろっか。ああ。